Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sword Art Online. Wir sind hier, guck mal, wir können so hochspringen. Wir müssen hier immer noch so ein paar Gespräche durchrennen, aber zwischendurch werde ich immer da zum Speicherpunkt hinrennen und speichern. Und ja, ich weiß noch gar nicht, wen wir als nächstes schaffen. Wahrscheinlich werde ich mich einfach den hier gleich lieferschnappen. Das ist gut. Mal mit denen jetzt erstmal ein Gespräch führen. こうしてると久しぶりに気が抜けるな。お兄ちゃんいる？すぐか。入っていいよ。やった。お邪魔します。ん？どうしたの？黙っちゃって。すぐ。なんでバケツに雑巾、ほうきとちりとりに畑を持って現れたんだ？ お掃除しようと思って。いや、それはわかるけど、なんで俺の天幕を？ほら、お兄ちゃんちゃんと掃除とかしてなさそうだし、妹として責任を持って天幕の中をきれいにしようと思って。掃除ならロニエがたまに来てやってくれるから、そんなに汚れてないと思うけどな。お兄ちゃんダメだよ。 学院の中じゃないのにいつまでもロニエさんに頼っちゃう。俺もしなくていいよって言ってるんだけど、気づいたらいつも天幕内が綺麗になってるんだ。それでも意外なところに汚れは溜まってるかもしれないし、お掃除するよ。なんだ、いきなり俺の部屋を掃除だなんて。現実世界で家にいた時もしてくれたことなんてないぞ。何か目的がある？ もしかして部屋のガサ入れか。あ、この辺結構埃が溜まってる。ここは濡れ布巾で拭こうかな。すぐ。何？言っておくが、隠しているものは何もないぞ。アンダーワールドの中ではそういったものは存在しないんだ。そういったものって？え、いや、すぐに見られたくない、 やましいものかな。お兄ちゃん、それってそのエッチな本とか。いや、そういうものに限らず、やましいものはここには一切何もない。ここにはってことはリアルの部屋にはあるの？え、いや、それは。 お兄ちゃん、私変なものがないか探しに来たんじゃないよ。本当にたまにはお兄ちゃんの部屋を掃除したりしたかっただけ。そうなのか。うん、だからお兄ちゃんはのんびりしててよ。俺も手伝うよ。すぐだけに掃除してもらうのなんて悪いし。いいからのんびりしていて。 あ、はい、わかりました。それでよろしい。はあ、綺麗になった。本当だ。あちこちピカピカに磨いてくれたんだな。ありがとう、すぐ。よし。それじゃあお兄ちゃん、ベッドにうつ伏せに寝て。な。 いいから、うつ伏せに寝て。なんで？いいから。あ、分かった。言う通りにする。いきなりどうしたんだ？すぐ、なんか今日変だぞ。なんだかベッドに重みが。確かこの辺りに壺があったはず。 すぐ、すぐ破産。一体何を。マッサージだよ。肩とか背中凝るでしょ。いや、大丈夫だって。そんなことしなくて。いいから、いいから。この世界では筋肉痛みたいな身体的疲れもあるし、戦闘で怪我とかしたら本当に体が痛くなっちゃうでしょ。痛みまでリアルなんだから、こうして定期的に疲れを取らなくちゃね。いや、でも
たりはどうかな。待ってくれすぐ。何？すぐってマッサージとかやったことあるのか？ないよ。え、それじゃあ。でも部活の顧問の先生に筋肉痛に効くツボとか疲れを取るツボの話を聞いたんだ。たまに部活が終わった時とかに自分で肩のツボを押したりしてるし。そうなのか。そうです。なのですぐさまに任せなさい。はい。よし、それじゃあまずは肩甲骨の下のくぼんだところにあるツボね。どう？なんか気持ちいい。よかった。じゃあ次はこの首の下にある天柱ってツボを押してみよう。よいしょっと。なんか頭が軽くなる感じだ。そうでしょう。私もよくテスト勉強の後とかここをしてるんだ。それからここは肩こりが取れやすいツボ。なあ、極楽。さすがだな、すぐ。指圧の強さもちょうどよくて気持ちいい。強さこれぐらいでいい？なあ、もう少し強くしてくれて大丈夫かも。了解。いつの間にこんな指圧の腕を身につけたんだ？そんなに上手かな。私意外と才能あるのかも。よし、じゃあこれはどうかな。確か出っ張った背骨の5つ目あたり。ん？何に効くツボなんだ？背中のコリと疲れだよ。それじゃあ行くね。なんか指が筋肉と関節の間の変なところに入って。お兄ちゃん大丈夫？やっぱり痛みまでリアルに感じるな。どうしよう、体の痛みを取るつもりだったのに逆に痛くさせちゃったよ。まさか。どうしたんだすぐ。ごめん、ちょっとツボの位置間違えたみたい。なるほど、道理で痛いわけだ。ごめんね、お兄ちゃん。さすったらちょっとマシかな。大丈夫だよ、もう収まってきたから。よかった。ありがとな、すぐ。なんか体が軽くなったよ。ごめんね、痛い思いもさせちゃって。あれは一時的な痛みでもう治ったから。でもさ、今日はどうしたんだ？掃除してくれたりマッサージしてくれたり、もしかして何かあったか？そういうわけじゃないんだけど、あのね、最近私ロニエさんがお兄ちゃんのお世話をしてるのを見てなんだか羨ましくなっちゃったんだ。羨ましい？うん、なんだかロニエさんはここでお兄ちゃんにとって家族みたいに近しい存在だったのかなって思って。それはユージオさんもだけどね。家族か。確かにロニエは妹みたいだなって思った。年頃も髪の毛の色も長さもちょっとスグハに似てたからさ。そうだったの？それは知らなかったけど。それでちょっとやきもちみたいなものを感じちゃって、私もお兄ちゃんのお世話をしたくなったんだ。2年間もお兄ちゃんは家族と離れて暮らしてたでしょ。だから今からでも
妹として何かできないかなって。そうだったのか。うん、私はお兄ちゃんの家族だから、もっとお兄ちゃんのことを支えたくて、頼られたくて。でも逆に痛い思いをさせちゃったよね。変なやきもち焼いちゃってごめん。そんなことないよ。すぐの思いやりが嬉しかった。けどむしろ俺の方がすぐに何かしてあげたいって思ってるかな。お兄ちゃんが私に？うん、2年会ってない分、兄貴としてすぐの面倒を見たいというか、頼られたいんだ。お兄ちゃん、率直に言えばすぐに甘えられたいかな。嬉しいな。それじゃあこれからお兄ちゃんには思いっきり甘えちゃおうかな。ああ、任せてくれ。すぐを2年分甘えかしてやれ。やった。じゃあ早速甘えるね。おい、すぐ、いきなり抱きつくの。だって甘えていいんでしょ。のねえ、やっぱり家族って温かいね、お兄ちゃん。ああ、すぐがここにいてくれて嬉しいよ。Ja, das ist, glaube ich, das, was man Geschwisterliebe nennt. Habe ich das Gefühl, guck mal, das ist Bakuli. Mit Bakuli können wir auch reden. Dann nehmen wir jetzt als nächstes hier vorne. Komm, Silica. Hallo, Silica! Jetzt kommst du dran. So viele sind so Rieche hier. Silica, 何してるんだ?ちょうど砂漠に出没する害獣を倒してほしいって要請がありましたので、その依頼をこなそうと思ったんです。砂漠の害獣か。一人だと危ないし、俺も一緒に行こうか。本当ですか？キリトさんが一緒に来てくださるなら、すっごく助かります。統計的にも。統計？あ、いえ、何も。ああ、それじゃ、一緒に行こうか。では、行く前に持ち歩きできるお水を買いましょう。まあ、そうだ、水分補給しないとまずいもんな。シリカはしっかりしてるな。そうでもないですよ。ではお店に行きましょう。買うならこっちのお水の方がいいと思います。そうなのか。はい、この顆粒果汁という成分が入っているお水はほんの少しだけですが、天命を回復する効果があるんです。砂漠の暑さは天命を削るほどのものだと聞きますので、回復効果付きのものは必要だと思って。おお、詳しいな、シリカ。なんでこんなこと知ってるんだ。あの、私って一応このハイレベルアカウントで学者、賢者の職業を選んでいるので、格好だけ学者風ってわけじゃなくて、いろんな知識を身につけて学者ポジションになりたいって思ったんです。なるほど、本物の学者さんってわけだな。なんだかそう言われると照れちゃいます。でも知識ってどうやって集めたんだ。それはカーディナルさんの大図書室をたまに訪れて本を読ませてもらっているんですよ。なるほど、確かに大図書室にはいろんな本があるもんな。何でも調べられるってわけか。はい、この世界の知識ならもう何でもバッチリですよ。でももっと詳しくなれるように、賢者として皆さんをサポートできるよう頑張って勉強します。あ、頼もしいな。それじゃ物資も調達しましたし、そろそろ行きますか。あ、出発しよう。Auf geht's in die Wüste zu den bösen, bösen, ja, Bestien in Silica. Bin ja mal gespannt, was uns da jetzt noch erwartet. Ob wir da selber wieder kämpfen oder ob wir das wieder automatisch machen.
Und ins warme Grünland müssen wir auf jeden Fall noch. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin. Da haben wir irgendwas, irgendwie ein, zwei Quests abzugeben. Das können wir vielleicht noch mal irgendwann sauber machen, wenn wir mal ein paar Gespräche durch haben. もしリアルワールドだったら、ここってどれぐらいの温度だと思う？体験したことのない暑さなのでわかりません。60度を超えているのかもしれません。60度？それはさすがにないんじゃないか。シリカ、眠いのか？昨日も徹夜でカーディナルさんの大図書室の本を読んでいたので。え、そうなのか。体に響くし無理はしない方がいいぞ。そうですよね。ごめんなさい。まだ徹夜は2日目なんですけど。まさか2徹なのか。なおさらダメだって言っても、俺も一夜漬けはよくやってたけどさ。だって読み出したらいろいろ止まらなくて。おい大丈夫かシリカ、今どっかに行ってなかったか？すみません、あまりの暑さでつい。眠気の上にこの暑さ、まずいな。無理はしないように気をつけないと。お水シリカ、それ最後の水なんじゃ。ごめんなさい、思わず飲んじゃいました。でも水を飲まないとこの世界でも熱中症のようなものにかかるって書いてあったので。確かにそうだけど、害獣が出たっていう場所までもうちょっと歩くぞ。はい。でも地図によると、小さなオアシスみたいな場所が目的地の近くにあるみたいで、そこの水は飲んでも大丈夫って本に書いてありました。さすがシリカ、何でも知ってるな。どうかしたのかシリカ？いえ、何でもないです。よし、こいつらを倒せばいいんだな。はい、そのようです。シリカ、大丈夫か？Ui, wir dürfen kämpfen. Ui, immer ganz was Neues. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet gewesen. Boah, darauf bin ich jetzt wirklich nicht vorbereitet. Oha, die hauen mir aber ganz schön rein jetzt hier. Hoffentlich verhaspel ich mich hier jetzt nicht. Mann, lasst eure Zungen drin hier. Warum gehen die jetzt alle auf mich? Oh, das wird wirklich ein bisschen schwierig jetzt gerade.
Muss ich jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, gerade mal. Oh, einen haben wir schon mal. Anzeige heben wir uns für den letzten auf, würde ich sagen. Ah, das ist ja echt mies. Sobald die mich mit der Zunge treffen, bin ich auch sofort aus raus. Die sind echt gefies mit ihren Zungen. So. Jetzt wird zurückgeschlagen. Puh. Ich kriege ihn auch noch platt. Haben wir doch noch ganz gut geschafft. So, aber auch hier werde ich erstmal einen kleinen Cut reinhauen und werde erstmal diese Folge hier beenden. Nach dem oh, anstrengend kam. Puh, da war ja auch ein Wunder, aber kurz wirklich aufpassen. Da kam kurz ins Schwitzen. Ja, schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn es weitergeht mit Sword Art Online. Wir werden da vielleicht nochmal ein Gespräch dann führen in der nächsten Folge oder zwei, mal gucken. Ja, gibt sonst nicht viel zu sagen, außer bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.